ではまたやっていきましょう。同じくね、サンフランシスコが、デトロイトに行く、デトロイトに行った、レギュラーシーズン第1週の後半ですね。はい、さあ、随分スピードのあるランプレーで、これはまあね、ゾーンじゃなくて、まあブロックするところがはっきり決まってるプレーですね。よいしょ。こういうような感じで、でここを行く。昔ながらの。まあ、昔よりは複雑な感じになってますけども、まあ、打ち合わせ通りのところを、まあ、めちゃくちゃ思いっきりいくというなので、ね、まあ、NFL の大きな人たちの中でも、セットが7ヤードになっています。まあ、これはタイミングがね合わせるために普通よりも少し前にいるように思います。まあ、この時点でもうブロックされていることは明確なので、あとはこれこれこれ、それからこれがまあ来ないようにしっかりパトロールして、まあ、あとは彼らがねどんな風にブロックしてくれるかっていうのがまあ結構大事なんで、ゾーンの時ほどね、ランニングバックが周りを動かしてどうこうして、っていうようなことはできないんだけど、こういうアサイメントがはっきり決まっているプレーっていうのはでは、まあ相当うまく走りましたね。我慢してまっすぐアタックしてこういうところを走るんじゃないだろうかとディフェンスに思わせて、でまあこことここの間をギリギリまでアタックして、まあ、かわしたと。それがまあ行った先があまりにも狭くて引っかかってこけてしまいましたけども、とまあそんなにでもないプレーね。まあこれで見てください。まあ、まあまあ、さあじゃあ次のプレー、これはまあ今フォースダウン1ヤードのプレーで、負けてる方の後半、スロー再生だけどこっちもスローで、で最近ね NFL でよく見るのがまあボールセキュリティのためのボールの守り方がこのように手をクロスして自分の前腕の上にもう反対側の腕を持ってくるというこういうふうにして守るのが
どうやら主流なようです。これちょっとまあ確かに結構理にかなってるんで、ぜひ練習してみてください。昔ながらのこのまま腕がこうして、このままこうやって2本で持つのは、ダダ滑りの持ち方です。昔のランニングバックのことやボールキャリアのことをよく知らない、メカニズムのことをよく知らない、実際にそういうボールを持ってなプレーをしたことがない人たちは、これをこのように両手で持つと安心してくれるんで、仕方なくこう持たなきゃいけないチームの人はいっぱいいると思うんですけども、このまま低い姿勢になってボールを両手で持つと、このボールのこの部分が相手から見て丸見えになるので、ちょうどヘルメットが入ってしまったり腕が入ってしまうのにちょうどいい、そしてスポッと抜けるんで、そういう大事故がまあしょっちゅう起きてます。でも両手で持っていたから許してもらえると。古いおっちゃんたちはそれでいいんですけども、落としたくない。で、まあ、どっからタックル来るか分かんない時は、こうしましょう。ファンブルは日常の練習で努力して防ぎましょう。試合で急に両手で持っても防ぐことはできません。この選手のように。Gory Gory Daika Ku presents Gory Gory TV.